全米ライフル協会は、アメリカ合衆国の銃製造業や銃愛好家の団体である。全米最強のロビーストと呼ばれる。NRA 公式では日本語表記を明示していない。ため、本校では、慣習的に使われている、全米ライフル協会とする。また、ライフルとあるが単に含まれているだけで意味はなく、銃器一般を対象にしており、ライフリングを備えた銃や小銃などに限定した。 団体ではない。1871年に、アーミーネイビージャーナル編集者の、ウィリアム・コナント・チャーチと、北軍の将軍ジョージ・ウッド・ウィン・ゲートを中心に、南北戦争に勝った、北部出身者、銃販売業者や銃愛好家などにより設立される。アメリカ合衆国憲法修正条項、第2条に定められた、武器を所持して携帯する権利を根拠に、 重規制に反対している。ただしこの条文は、周辺の活動のために定められたものであり、NRA が主張する国民の無制限な武装権を認めたものではない、と批判する学説もある。なお、合衆国最高裁判所は2008年7月、同条項を個人の武装権を認めたものとする判決を示した。結成当時、コルトファイアーアームズや軍、司法機関、 連邦政府と結託して巡航的機関を予想移住機を普及させたことに、協会活動は始まる。スミスウェッソンや、レミントン・アームズなどの連邦政府や軍と取引の多い銃、武器メーカーからの潤沢な援助を受けているほか、政府への献金も行っており、共和党の保守層を中心に、有力な政治家の会員も多く、間接的ではあるが、政治的な発言力は強い。 これらのことにより、歴代のアメリカ合衆国大統領の多くが、会員や名誉会員になっている。また、その会員数の多さからも、有力なロビー団体の一つともなっている。1981年3月に、ワシントン DC で起きたローナルド・レーガン大統領、暗殺未遂事件の際に重傷を負った、大統領報道官、ジェームズ・ブレーディの名前をとって名付けられた、銃規制法案。 ブレーディ法は5年間の次元立法だったことにより、期限の切れる1998年に5日間の待機期間を1日以内の即時許可に修正して、それをブレーディ法対象外だったライフルと三弾銃にも適用して、ブレーディ法を延長させた。2004年には1994年に10年間の次元立法で制定した。 攻撃用銃機規制法の延長を阻止することに成功している。政治上の利点のためならば銃規制に妥協する場合もあるため、米国銃所有者協会など銃規制に一切妥協しない陣営からは、NRA は全米最強の銃規制団体と批判されている。なお、白人至上主義を掲げる有名な秘密結社、 クラックスクランと NRA は全く無関係な組織であるにもかかわらず一部マスコミでは二つの団体が関係があるように報道しているケースが見られる。全米ライフル協会は豊富な資金を武器にアメリカ合衆国議会に強い影響力を有する。バラク・オバマ大統領は銃規制推進に熱心であったが2015年6月19日のインタビューで 議会での全米ライフル協会の支配力は極めて強いとして、銃規制強化に悲観的な見方を示した。2020年8月、ニューヨーク州司法省から組織の資金が流用されているとして、解散と賠償を求め州裁判所に提訴された。これに対し、解散を逃れるため財務状況が良好にもかかわらず、連邦破産法第11章適用を申し立て、 投機先を重規制が強まるニューヨーク州から、比較的規制の緩いテキサス州へ移す手続きを開始。しかし2021年5月11日、誠実な申請ではないとして、テキサス州連邦破産裁判所は申し立てを却下した。ありがとうございます。